対抗戦だけが大学ラグビーじゃねえと、混戦必至の関東大学リーグ戦も10月4日開幕じゃい、もうどこが勝ってもおかしくない大変なことになるのがリーグ戦なんじゃないかな、かなり勝敗分けてくると思うので楽しみだな。ようこそ三浦公園の部屋へ。今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。今日はですね、9月の28日月曜日ということで、今度の日曜日が楽しみでしょうがないと、ああいうことなんですが、藤島さんの動画でもお伝えしましたが、ジャンと、そうなんですよね、チケットも手に入って対抗戦見に行くことになってるんですが、僕が所属してた慶応大学ラグビー部があの対抗戦ということもあり、まあ、そこからずっとね、どんなに忙しくても、どんなにラグビーから離れてても、やっぱ対抗戦だけはいつも追っかけてた僕としてはですね、ただ去年からもう一回ラグビーをゼロから勉強し直してる時にですね、同じ大学ラグビーファンとして抑えないわけにはいかねえだろうということで、まずは、ラグビーニュースの方でお伝えしましたが、あの関西リーグもね、いろいろありましたが、なんとか変則的な2部制ですが、開催が決まったということと、ね、やっぱりすいません、人気とかも含めて対抗戦の方が、まあ、集客もできるってことで、有料試合も渋みや対抗戦の方が多いんですけれども、何を言うかと、大学ラグビーの底上げしたのはどう考えても関東リーグが強くなったからでしょうと、いうところもあり、関東リーグの記事を探してたんですけれども、なかなかまとまってる記事がない中、さすがそこは藤島さんと同じぐらい尊敬しているラグビージャーナリストの村上さんがですね、 J スポーツコラムでちゃんと書いてくれてですね、まあ、リンク貼っておきますけれども、リーグ戦の見どころみたいなのをまとめてくれたんで、もうここの記事は本当助かるみたいなで、なんとか、28なので前日まででもこの動画をお届けして、少しでも関東大学リーグの方のね、ファンの人たちにこういう選手とかチェックした方がいいよっていうのを、まあすみません、あくまでも村上さん基準なんですけれどもお伝えさせていただければなと思います。ね、これよく例えで言うんですけれども、やっぱね、野球でセ・リーグパ・リーグだと、人気のセ・リーグ、実力のパ・リーグっていう感じで、僕も本当ね、その時に人気の対抗戦、実力のリーグ戦とか言えればもっとシンプルに説明しやすいなと思うんですけれども、リーグ戦がなかなかね、関東学院の全盛期の時から優勝が遠のいてると、ね、昔の法政とかの勢いとかもちょっと今若干ないと。でその関東学院が、まあ、いろんな事情があって2部に落ちて、で、まあ、今年復帰するんですけれども、でその後関東学院の後釜っていうか、来るでしょうっていうリーチマイケル出身の東海大学の強さがじわりじわりついてきて、うわ東海大怖えなと思ってたんですが、なぜか優勝は遠いと。でその時に最も東海大の優勝に近かった時に壁として立ちはだかったのが帝京大というところで、帝京と東海大の決勝とか準決勝を何回見たのかなっていうぐらいの感じなんですけど、なんかもういつも帝京に一歩届かないと。佐野が大興奮した池田勇樹君、 N コムのセンター、素晴らしいセンターなんですけども、彼もやっぱ言ってたんですが、もう本当に帝京がもう壁だったというような状況でございます。そんなリーグ戦なので、実力はすごくあるんですが、なかなか優勝が遠いというところなので、なのでなんかもう人気の対抗戦、実力のリーグ戦となかなか言えないというところがあるので、もうちょっと頑張ってもらいたいなっていうのが正直なところでございます。人気の対抗戦だけが大学ラグビーじゃねえと、混戦必至の関東大学リーグ戦も10月4日開幕じゃいということで、同じ10月4日に開幕されますと。で、あのですね、わかんないんですけど、例えばこの大学ラグビートトカルチョとかあった場合、まあ、間違いなく対抗戦の方が当てやすいでしょうね、うん、でリーグ戦の方が絶対当てにくい、つまり絶対リーグ戦の方が節を重ねるごとにもうどこが来るんだろうみたいな感じになるんじゃないかなっていうのは気がしてるんで、開幕戦もいきなり琉球法政、中央日大、専修大東、関東学院、東海っていう戦いなんですけれども、マジで予想つかないですね、どこが勝ってもおかしくないというところでございますので、皆さんも一緒に関東大学リーグも追っかけていきましょうということでございます。ちなみにこれが去年の、ランキングでございます。1位が東海大でジャンと、ちょっとおさらいになりますが全勝と、真野くんのキャプテンのね、キャプテンシー真野くん、まあ良かったですね。真野くんは、あれ東芝府中でしたっけ、ちょっと頑張ってもらいたいなって感じがするんですけれども、で
去年は皆さんちょっと去年から見出した人多いと思うんですが、日大が躍進の年だったんですよね。ヘラクレス軍団日大ということで、まあなかなか下位に甘んじてたり2部に行ったところもあるんですけれども、日大が、日大といえば沢木さん出身ですからね、が久しぶりに2位になったということで、去年はリーグ戦としてはラグビーファン的にはおおっていう、年でありました。で、琉球大が3位で、4位が大東で、続きまして専修、法政、拓殖大、中央というランキングでございましたということでですね、もう本当になんていうんですかね。で、これは皆さんもご存知だと思いますが、大学選手権の1位と2位の所属のリーグが毎年1校多く出れるということなので、上位3チームは確定なんですけれども、で、ここ数年は結構天理が決勝で、まあ、行ってたんで、関西が4校と出てたんですけど、リーグ戦が東海大もなかなか決勝に行けないということで、こんな混戦なんですけど3チームしか出れないということで、去年は大東大が出れなかったと。もう大東大が大学選手権出れないとかって、もうなかなかなことですからね。本当にもう本当にこの伝統校大東大が出れないってどういうことだっていう感じなんですけれども、去年はそうだったと。で、今年も、残念ながら決勝は去年早稲田と明治だったんで、同じく、まあでもさすが村上さん、大学選手権が例年通り開催できるのかが不透明だがって書いてありますよね。そうなんですよ、どこも大学選手権やるって明記してないんですよね。まあ状況次第だと思うんですが、さすが村上さんそこは抑えてて、例年通りであればっていう書き方してますが、例年通りであれば、まあ残念ながら3校しか行けないということなんで、もう本当に必死でしょうね。多分ですけど大学選手権に出ることっていうのが、もう今この全チームが目標にしていると思います。で、去年のリーグ戦のニュースで言うと、ちょっと残念ながらですね、拓殖大が、残念ながらっていうのは、拓殖大からしてみたら残念ながらなんですけど、関東学院からしてみたらもう悲願の一部復帰ということで、入れ替え戦で関東学院がもう劇的な試合でしたね、あれも。もうぜひ動画見てもらいたいんですけれども、まあ本来だったらね、試合見た方がいいと思うんですが、試合がもし見れないならば、僕の口頭だけの解説でもいいと思うんですけど、まあ熱い試合でしたね。で、拓殖大に勝って関東学院が一部復帰と。で、拓殖大がちょっと2部に落ちるっていうんですが、その拓殖大は実はリーグ戦の中で結構トップクラスに注目されてたチームで、やっぱ留学生とかが結構充実しててですね、これ見ていただくと分かる通り、まあ結構メンバー落としてたって話なんですけれども、日大と大東食ってるんですよね。日大と大東に食って専修法政とか、中央には負けたんで入れ替え戦と。で、入れ替え戦も7位で出たのに関東学院は2位だったんですけどね、リーグ戦、負けたと。で、逆に中央大がリーグ戦1位の立正大、立正大もね、留学生いてもうほんとどんどん強くなってるんですけれども、跳ねのけたということが去年のリーグ戦でございましたと。でですね、でも去年はですね、東海大がちょっと一歩抜き出てたような思うんですが、今年どうなんだろうなっていうのは正直なところで、別に東海大が弱くなったっていうよりは、まず琉球がもう今すごいどんどん力を入れてきてるということと、やっぱり大東が相当もう去年の悔しさで今年は暴れるんじゃないかなっていう、これ完全に三浦予想なんですけれども、その気がして、上位が多分混戦模様になるなっていうのと、あとは動画でお届けさせていただきましたが、ねえ、東海大と帝京大が87対いくつでしたっけ。いや、ちょっともうそこはもう衝撃的ですね。で、その後東海大のキャプテンとか監督とかがオンラインでなんかその会見みたいなのやってましたけど、まあ自分たちの課題が分かったということで、そんなに痛手を感じてるようには見えなかったんですけれども、まあでも大差は結構衝撃的だったなと思うんですが、もしかして東海大が調整がもしかしたら間に合ってないんだとしたら、かなりもう大変なことになるのがリーグ戦なんじゃないかなという感じでございます。で、一つ一つ丁寧に村上さんが説明してましたが、やっぱりなんだかんだ言ってそう言っても優勝候補はやっぱ東海大でしょうと。で、ちなみになんですけど、あれなんですよね、2006年にその久しぶりに今年上がってきた関東学院が全国大会優勝してからずっとしてないということなので、14年ですね、もう結構だな。学生日本一から遠ざかっているということなので、まあ、そろそろね、
東海大が爆発してもおかしくないなって感じはするんですけれども、まあさっきもお伝えしましたが、もう本当にカリスマって言われてた真野くんが引退して、もういいセンターでしたね。もともとフランカだったの、どっちだったんだっけな。あ、そうか、スタンドセンターだったから、もともとフランカか。だったのが、もう本当にハードタックラーとして有名だった真野くんが、まあ引っ張って、まあ準決勝まで行って、まあ明治に、まあ、まあね、あそこはもう自力負けっていう感じでしたが、ね、後半ちょっと足が止まっちゃったりしたのは、もう明治のフォワードを前半から耐えまくった弊害かなと思ったんですけども、なんといってもですね、ちょっと天才スタンドオフとして呼び声が高い丸山凛太郎くんがまだいるんです。まだ3年生ですね。プラス、なんとなく見た人はこの人怪物なんじゃねえかってちょっと彷彿させた望月選手、ウイングがいると。で、それをまとめるのが、真野くんと同じ高校だった、東海大仰星高の吉田くんっていうのがキャプテンで、まあ、人材的には相変わらず豊富だと。あと去年僕が勝手にベスト50に選んだフランカーの留学生の方も絶対まだいるので、まあちょっと人材的にはもう十分申し分ないし、あと厳しさと徹底をスローガンに一人一人高いスタンダードを志しシーズンに臨むということなんで、まあ混戦模様必至なんですが、まあ本命は東海大でしょうという感じはしますと。で続きまして、日大はもうなんて言っても、もう去年もみんな覚えたんじゃないでしょうか、ナンバー8原口選手も、もうボール持ったら絶対に突破するみたいな、まあ、まだ3年生ですね。でキャプテンが藤村君、フッカーのバイスキャプテンが村上君で、スクラムハーフということなんですが、まあね、皆さんもご存知だと思う、あんまこういう話したくないんですけど、日大の一つ気になることといえば、ちょっと不祥事が重なってですね、部自体がやっぱ混乱とか混迷してたと思うので、そこでなんか調整とかなんかいろいろごたごた感がちゃんと解決されて、ちゃんとラグビーだけに向き合える環境だったらいいんですが、まあ、ちょっとだけ強いて言えばそこが、まあ、ちょっと気になるところですね、部の環境っていうのが。まあ、あとは、まあ、なんとなく日大強いって去年言われてたんですけど、まさかここまでだわっていうことなんですけども、こうやって1回2位とかになっちゃうと、他のチームがやっぱり去年以上にもうケアしたり研究したり事前対策とかがもう明らかにランキングが下の時よりもめちゃめちゃ相手は研究するので、そういう意味では狙われる追われる身になった日大がどうなるのかというところはちょっと気になったりします。で、去年なんといっても大学選手権に帝京に勝ったという琉球大ですが、なんといってもブルワー選手、サウルブズにも呼ばれましたからね、最年少で。すいません、これいろんな動画で言ってますが、私三浦、帝京はブルラー選手一人で勝った、もうそんなこと言ったら他の選手に失礼なんですけれども、まさにもう一人でも勝ったんじゃないかっていうぐらい、本当にもう去年センセーショナルなデビューっていうか、前から知ってる人も多かったと思うんですけど、僕的にはもうセンセーショナルデビューにしか見えなくて、もうめちゃめちゃ絶対日本代表にも入ってくるんじゃこのウィングっていうような選手なので、ぜひ琉球大をチェックしている方はブルラー選手と。でこれもセットで動画撮らさせてもらって、坂本キャプテンっていうのが、もう本当にこの彼もなんていうんですか、人望厚く、いろんな選手もほぼ全員一致で坂本キャプテンっていうことらしいんですけれども、まあ琉球の一つの特徴として、なんと20人のリーダー性を採用してるんですよね。で今年でそれが去年うまくいったから、今年さらに24人にリーダーになってるって、どういうことなんだろうって、どんな感じで部を運営しているのか気になるんですが、まあちょっと機会があったら知りたいなという感じがします。でやっぱり僕今年要チェックしたいのは、リーグ戦ではやっぱ大東大ですよね。もう本当に大東大が大学選手権出ないとかっていうのはちょっともうありえないっていう感じで、で本当に2年前ぐらいからチェックしてたスクラムハーフの南君っていうのは、ちょっと非凡な才能を持ってるなっていうのはチェックしてたんですけれども、やっぱりそれがあれだったのか、キャプテンに選ばれてるということなんで、その南君がどうやって引っ張るのかっていうのはちょっと気になりますね。でもちろん当然留学生とかもいつも安定的にいる大東大なんで、まあちょっと琉球、日大、東海も大東大はちょっと苦戦するんじゃないかなっていうのと、どっちが食ってもおかしくねえなって感じがしますと、いうことでございます。続きまして、専修大なんですけれども、なんと去年がですね、一部に復帰してまだ2シーズン目だったんですけど、やっぱ3勝を挙げてるっていうことに関しては、やっぱり実力が着々ついてきてるなっていうのは村上さんの評価でございました。なるほどね、そうなんだ。2シーズン目で3勝で1、2、3、4、
5位ってなかなかの成績だから、結構チームとしては右肩上がりなんじゃないかな。でちょっとここら辺から僕も存じ上げてない選手の名前が出てくるんですけど、注目選手はアンダー20に選ばれているスクラムハーフの友池選手でいいのかな、2年生がフォワードを前に出すと、ああいうことなので、いいですね、スクラムハーフでアンダー20っていうことは、うん、上位に食い込んでいくのかなっていう感じでございます。先週を楽しみにしてます。先週は初っ端は、おお、先週大東か、暑いですね、楽しみにしてます。で続きましてね、古豪法政、法政の全盛期、皆さん知ってる方はもう気持ちいいバックスを覚えてる方いらっしゃるでしょうか。まあ今となっては結構深いライン、バックスラインは結構いろんなチームとか国がやってるんですけど、当時からですね、すっごい深いラインを引いて、もうスパーンスパーンスパーンって抜ける法政っていうのはですね、見てて気持ちいいっていう、もうチームの、僕的にはもうバックスの気持ちよさナンバーワンみたいななんだその表現って感じなんですけど、まあね、なかなか大学選手権も遠いっていう状況の中、今年はちょっと期待がかかるっていう風な感じで、なんかどっかにも書いてあったな。なんて言ってもですね、そのジュニアジャパンに選ばれているウィングの根塚くん、あとフランカーの吉永くんっていうのが相当いいらしいんですよね。でその彼らがリーダー陣がチームをまとめるっていう風に書いてるんで、まあ、結構期待できるんじゃないかなっていう、なんか根塚くんの名前よく出ますよね。なんかすごく具体的にどんなプレーをするのかってあんま把握してないんですけど、よく名前が聞くウィングの選手なんで要チェックしていきましょうということでございます。で中央大学はですね、アンダー20日本代表を率いたことのある遠藤聡選手かな、ヘッドコーチが就任2年目と、去年は入れ替え戦に回ったものの2部で全勝優勝した立正大に快勝、まあ、快勝でしたね確かに。でこれまたジュニアジャパンの経験があるスタンドオフ、ちょっと難しいんですけれども、ママダ選手でいいのかな、そうですね、ママダヒロト選手っていうなんか素敵な名前なんですけど、キャプテンだと、要軸に上位進出を狙うと、いうことなので、中央大、そうですね、コーチが2年目っていうことは栗原監督と一緒なんで、まあ、1年目とかに比べて多分チームにフィットしてきたんで、まあ、ちょっと上位を食う可能性も出てくるかなという感じがします。であとはやっぱりみんな、ね、往年のラグビーファンは期待している3シーズンぶりに一部に戻ってきたのが関東学院だと、榎本純平ヘッドコーチをはじめトップリーグで勝ちが熱心に指導に当たり、いや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 稲垣選手とかで来てるのかなみたいな、着実に力をつけてきたと、決定力のある福士君、ウィング、フルバック川崎君らを生かしたいと、ああいうことでございます。で、ちなみに一気に話しますが、関東学院は10月4日開幕戦で東海大学に挑む。そうか、関東学院、東海大学、昔だったらもうよだれもんなんですけど、関東学院がどのくらい一部でやっていけるのかっていうのは久しぶりに楽しみにしたいなと思ってます。で去年2位の日大は中央と戦うと、日大は中央と戦うと、開幕節は無観客だが、最初の有料試合は10月17日の江戸川陸上競技場で日本大学対専修大、法政大対東海大というカードが有料試合になるということですね。今季は準備が万全のチームはないと言ってもいい、何が起きても不思議のない戦いが続くことになる。そうですね、村上さんが最後まとめてくれたように、ただでさえ対抗戦とかに比べたら混戦模様っていうか、もう混戦になるのが分かりきっているリーグ戦の上に、さらに今年のこのなかなか苦しい状況だった環境の中で、どのチームが一番この変化に対応できたかっていうのもかなり勝敗を分けてくると思うので、楽しみだなと、ああいうふうにして思ってます。僕はですね、やっぱり大東大を中心に見ていこうかなって感じですね。対抗戦が帝京だとしたら、リーグ戦はもう本当に一番キーになるのは僕は大東大だと思うので、ちょっと楽しみにしていこうかなと、思います。ということで、すいません、情報がねやっぱ対抗戦に比べて少ないので、もっともっと僕も勉強しますが、村上さんのコラムを中心にお届けさせていただきました。10月4日です。対抗戦と同じ日です。ぜひもうね、1週間かけて、僕の場合は2日
日ぐらいで全試合見ちゃう、そうすると仕事できねえとかあると思うんですけども、まあ、そんなことは置いといて、全試合 J スポーツでは見れるので、まあ、楽しみにしておきましょうということでございます。本日もお付き合いいただきありがとうございました。楽しみということで、それでは参りましょう。レッツラグビー。